ベトナムの革命家、政治家。ホーチミンの後継者として、北、ベトナムを率い、南北ベトナムの統一後、初代ベトナム共産党中央委員会書記長として、統一ベトナムの最高指導者となった。クアンチ賞、チエウフォン県に生まれる。1920年代後半、鉄道員として働きながら、ファンボイ、チャウオン社要求運動などの愛国運動に参加。 1928年、新古市革命党に入党。1930年から1936年まで投獄される。その後、インドシナ共産党中期地方委員会初期を務め、1939年に党中央委員に選出されたが、1940年に再び投獄され、1945年8月に釈放された。同年9月2日、 ホーチミンを国家主席とするベトナム民主共和国が建国される。レズアンはその後、主としてベトナム南部で活動し、1947年に南部地方委員会初期、1951年に南部中央局初期を務め、同年のベトナム労働党決闘大会で党政治局員に就任した。ズアンは南ベトナムにおける地下組織の拡大などを指導し、後に 党内で南部派と目されるようになった。1954年南部中央局を改組した南部委員会初期に就任。チンチンの党第一初期会任に伴い、1957年に首都ハノイに戻され初期局員に就任し、第一初期の職務を代行した。1960年の第三回大会で党第一初期に就任。内序列で ホーチミン党主席に次ぐ地位を占め、党務の実質的な統括責任者として、ベトナム戦争時の労働党を指導した。1969年にホーチミンが死去し、党主席が空位になると、引き続き第一初期として、名実ともに党のトップに立った。北ベトナムの主導により、南北ベトナムが統一され、1976年7月2日に、 ベトナム社会主義共和国が建国。同年12月第4回党大会でベトナム労働党はベトナム共産党と解消し、レズアンは当初基長に就任した。ベトナムの国家機構は共産党の指導を受けることが憲法で明記されており、ベトナムの政治構造上当初基長となったズアンは同国の最高指導者となった。その後レズアンは 南ベトナムの急速な社会主義化を推進し、計画経済に依拠する社会主義経済システムの貫徹を目指した。一方外交面では、関係が悪化した中華人民共和国に対抗するため、ソビエト連邦との関係を強化し、1978年にコメコンへ加盟へ、1979年11月には、即死友好協力条約を締結した。 同年12月、中国が支援する隣国カンボジアのポルポト政権を打倒するためカンボジア侵攻を決行し、また国内の家人を中国に追放し、1979年に中越戦争が勃発した。こうした外交政策は国際的な孤立を招き、著しい経済混乱に陥ったため、1979年以降は新経済政策を提唱し、 生産受けを異性の導入、農産物取引の一部自由化を進めた。1985年には価格統制の廃止、デノミネーションなどを打ち出したが、大規模なインフレーションを引き起こしたため、国民の不満は高まった。党内でも、より抜本的な経済改革が不可避であるとの議論が、多数を占めるに至ったが、すでに病床に付していた図案はリーダーシップを発揮することはなかった。 腎臓病が悪化し、治療のため1986年1月から3月にソ連に滞在。同年後から6月の第5期中央委員会第10回総会において、初期長の職務をチュオンチン、ファムバンドン、レ・ドゥクトのサム政治局員で代行することが決まった。この総会でルズアンは権力を失ったとされ、そして7月10日に死去した。後継初期長にはチュオンチンが就任し、 同年12月の第6回党大会で土いもいを発動するまでのつなぎ役を果たした。現在では、法治民から引き継いだ祖国統一を果たしたものの、むしろその後の政策に対する批判が強く、特に自らを法治民に否見しようとした言動があったとされているため、市民の評価は高くない。木村184ページ木村183から184ページ。木村 ありがとうございます。